はい、それでは2週目のおまけエンディングを目指してやっていきたいと思います。屋根裏に関するメモがある。大抵の家でそうなのだが、和室の天井は屋根裏へと続いていることが多い。この家も例外でないのだとしたら、何かしらの手段で屋根裏に行くことができるだろう。問題はその手段だ。はしごのようなものがあればいいんだが。はしごのようなもの、これは血管？かすかに脈打っているのがわかる。この血管をはしご代わりに使えば和室の屋根裏まで登れるかも。血管を登る。お、トカゲ。焼いたトカゲの死骸が置いてある。供え物のトカゲを手に入れた。死骸って。はい、それでは先人の知恵をお借りいたしましてね、次の供え物をゲットいたしましょう。上、左、右、上、右、上、左、右、下らしいっすよ。来た。マジだった。杯に血が注がれている。供え物の血を手に入れた。器に入った血、何かに備えるためのもののようだ。本当にありがたいですね、先人の知恵ってやつは。壁に穴が開いている。奥は暗くてよく見えない。コッコ。これは一周目でも取りましたね。謎の薬草が置かれている。供え物の薬草を手に入れた。ついに三種の神器が揃った。パン。はい、それでは祭壇のある566の部屋へとやってまいりました。ドド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 。稀なる薬草を捧げよう。供え物の薬草を捧げる。身を焼かれしトカゲを捧げよう。供え物のトカゲを捧げる。いざ。高潔なる血を捧げよう。供え物の血を捧げる。何も起きない。三つの供物がすべて捧げられた。今こそ英雄を召喚する時である。来たれ我らが救世主よ。これ誰が喋ってんの。眩しい。ファン。あれは、あそこにいるのはゴリラ。ゴリラ。どうして。おう、ユウカ、あんたゴリラを召喚するのに成功したんだ。ゴリラ召喚してどうなんの。ええ、ゴリラはとても強いんだ。だから世界の全てを解決してくれる。これでナオトとも会えるよ。確かに霊とか聞かなさそうだけど。よかったね、ユウカ君。まさかゴリラの召喚を成功させるなんて素晴らしいことだよ。姉さん、俺記憶が戻ったよ。ゴリラがこの世界に来てくれたおかげだ。ナオト、すごい。ゴリラってすごい。さあ、みんなでゴリラを称えよう。かわいい。その後、ゴリラはこの世のすべての問題を解決して帰っていった。私も病弱な体を治してもらい、今ではナオトと一緒に平和に暮らしている。トゥルーエンドじゃん。ありがとう、ゴリラ。さよなら、ゴリラ。あなたのその勇ましいシルバーバック、決して忘れない。おしまい。お、ゴリラチンパンジー。まさかのボーカル。サル、ゴリラチンパンジー。これ、制作者様かな、歌ってるの。ボイチェンしてるからな。どちらかというとサル、サル。それともあれかな。いや、もう考えるならやめよう。サル、ゴリラチンパンジー。エンディング曲、ビタチー素材感、様らしいですよ。ゴリラ、ピクサーパイ。
遊んでくれてありがとう。ということで PC フリーホラーゲームオイクメネの、2週目のおまけエンディングでございました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や評価コメント等よろしくお願いしますと。それではゴリラが全て解決してくれたんでお疲れ様でした。